今清水美智子さんに降りてきたのは松任谷由実さんです。この名曲を聴いてぜひカルマを感じてください。一曲いきますか。女性によるオーシャンゼリゼ聞いてください。あ、こんばんは。あたい桃いい香り、昔生意気女優とか言われてましたね。最近ちょっといいことがあって、皆さんにご報告いたします。オーシャンゼリゼ結婚しました。オーシャンゼリゼ、この時
所詮私の方が幸せだったみたいね。誰からも嫌われない大竹しのぶです。桃井さん、初めてだったんですね。ご結婚おめでとうございます。私もちょっと最近いいことがあって皆さんにご報告したいなって思ってここに出てきました。それはどういうことかって言うと、オーシャンゼリーゼ還暦パーティーやったら、オーシャンゼリーゼ昔の男がいっぱい来てくれた。やっぱり男ってどんなに別れても私の手のひらの上で楽々ホン。そんなわけですごい幸せです。桃井さんごめんなさい。デビス感動なんですね。あなた方幸せが小さいですね。私なんか秘書に2億円とはでも